これより会議を開きます。国務大臣の演説に対する質疑に入ります。海江田万里君。民主党代表の海江田万里です。私は民主党無所属クラブを代表して安倍晋三内閣総理大臣の所信表明に関連した質問を行います。まず冒頭、アルジェリアで起きたイスラム武装勢力による襲撃事件で犠牲になられた方々に衷心より哀悼の意を表し、ご家族をはじめ関係者の方々に心からお悔やみお見合いを申し上げます。犠牲者の方々の無念、そして残された方々の悲しみを思うと、まさに心が痛みます。卑劣なテロ行為への怒りを胸に、在外邦人の安全確保に万全を尽くすべく、我々としても責任ある対応を取りたいと考えます。さて、安倍晋三総理が第96代内閣総理大臣にご就任されました。まずもってお祝いを申し上げます。おめでとうございます。立場は違いますが、互いに切磋琢磨し、日本の未来を切り開いていきましょう。昨年12月16日に行われた総選挙で、民主党は歴史的敗北を喫しました。民主党政権の3年3ヶ月に極めて厳しい民意が示されたことを厳粛に受け止め、反省すべきは深く反省し、改めるべきは根本から改めていかなければならないと考えています。地域の皆様との対話を重ね、国民の声に真摯に耳を傾け、厳しいご批判のすべてを真正面から受け止め、再生のための糧として参ります。また、党再生の取り組みの一環として、民主党の原点を問い直し、立ち位置を改めて明確にするため、新しい党綱領を作成いたします。民主党は全党一丸となって党改革を断行し、信頼いただける国民政党に生まれ変わり、政権に再挑戦する覚悟であります。自公両党で320議席を超える巨大与党が誕生した今日、野党第一党である民主党が果たすべき役割は極めて重要であります。政権運営の経験を持つ野党として、決める政治を前進させることも民主党の重要な役割であります。しかし、それだけではありません。安倍政権の誕生によって、安易な国債増発による将来世代への負担先送り、族議員が長領跋扈する利益誘導政治、弱肉強食社会を生む新自由主義的な経済政策などが復活しようとしています。安倍政権に欠落した未来への責任、人への投資、格差是正などの政策理念を国民に示し、この国の政治を前に進めていける政党は民主党を置いて他にありません。所信表明では封印されていましたが、安倍総理の持論を聞くと、挑発的、排外的なナショナリズムが想起されます。健全なナショナリズムと国際協調を掲げる民主党の存在は、国際的にもなくてはならないものであります。民主党は与党にすり寄るつもりは毛頭ありません。他の野党とともに必要に応じて協力しつつ、自公政権のチェック機能を果たしていくことはもちろん、
国民が真に必要とし、共感納得できる政策を積極的に提案してまいります。一昨日の総理の所信表明は、総理が就任されて初めての国会の演説であったにもかかわらず、字数で言えばわずか4700字で、演説時間も短く、その内容も極めて不十分なものでありました。現在の日本が抱える重要課題が無視されていたり、あるいは問題意識だけ述べて具体的方針は全く示さなかったりするなど、聞く者に失望感を与えるものでありました。総理、強い日本を作る、危機を突破すると言いながら、教育政策の方向性や社会保障、地域主権、エネルギー政策などに触れなかったのはなぜですか？お答えください。語るべきを語らず、額に汗して働けば必ず報われる社会を作ろうと言われても共感は得られないのではないでしょうか。これまで自民党は政策に財源の裏付けがないと民主党を散々批判しましたが、民主党政権下では44兆円の国債発行枠を明示して財政規律の一線を何とか守ってまいりました。安倍内閣の政策メニューには歳出増加項目が目白押しのようです。しかしその財源をどうするのか全く見えません。成長率を高く見積もり、税収増で賄おうという辻褄合わせを考えているのであれば無責任であります。安倍内閣は夏頃に中期財政フレームの見直しを行うと言われていますが、44兆円の枠を今後も堅持するのですか。プライマリーバランスの黒字化はいつまでに達成するのか、総理の答弁を求めます。次に経済政策について質問いたします。安倍政権の掲げるデフレ脱却は民主党政権も目標としていました。しかし何のためのデフレ脱却なのか、総理と私とではデフレ脱却の先に目指すものが違っています。私の考えは、デフレが放置されることで最も不利益を被るのは女性や若者、そして将来世代であります。いくら物価が安くても職がなく賃金が増えなければ若者たちは希望を持てません。若い男性、そして女性が結婚し家を持ち子供を産むことに躊躇するのも、これは当然であります。税収も増えず国の借金が膨らめば、それを返すのは若い人たちです。未来への責任を果たすためにこそデフレは克服されなければならない。私はそのように考えます。これに対し安倍総理のデフレ克服は、将来世代の犠牲の上に、とにかく今が少しでも良くなればいい、一部の企業に一息つかせることができればよいと考えているかのようであります。だからこそアベノミクスの三本の矢の一つとして財政出動が安易に唱えられているのではないでしょうか。今回の補正予算では4兆7000億円の公共事業を行い、5兆2000億円の国債が追加発行されます。政府は財政出動はいつまでも続けるわけにはいかないと言っていますが、財政出動が今回だけの一回限りなら、一種のカンフル剤的な効果はあっても、経済の持続的成長は叶いません。本予算では表面上財政規律に配慮するふりをしていますが、参議院選挙後にまた補正予算を組み、ずるずると財政出動を続ける可能性もあります。財政出動と公共事業に偏重した旧来型経済政策が効果に乏しく、財政赤字を膨らませてきたことは歴史が示す通りであります。今回のような巨額の財政出動を今後も続けるつもりなのかどうか、仮に一回限りのものだとしたら、今後経済の落ち込みが生じた場合、どのように対応するのか、総理の答弁を求めます。
アベノミクスのもう一つの矢である金融緩和についても質問いたします。日本銀行と政府が連携して金融緩和策を取ることは、実はすでに野田政権下においても 1% を目標として実行されてきました。選挙前、当時の安倍総裁が唐突に 2% を持ち出したことに、私は今も違和感を持っています。2% という目標については、実現可能性の点で、金融緩和派の日銀政策委員の間にも懐疑論があると言われています。国民生活への副作用も無視できません。円安により、灯油やガソリン、食品から飼料まで輸入価格はすでに上昇しています。他方で企業が雇用を増やしたり、給与を引き上げたりするのは、景気の先行きに自信を持てるようになってからのことです。景気回復が一過性のものなら、雇用や給与はほとんど増えない可能性すらあります。その結果は実質賃金の引き下げであります。また、仮に 2% の物価上昇が達成されれば、長期金利の上昇は不可避です。住宅ローン金利は上がります。国債の格下げリスクが高まり、財政はさらに悪化して、機動的な財政出動など、絵に描いた餅となるでしょう。性急な金融緩和には、海外からも通貨戦争の可能性や、財政規律への悪影響などを懸念する声が上がっています。金融緩和について 2% の実現方法、達成時期、実質賃金への影響、長期金利との管理、関係、為替をめぐる国際的反響についてどう考えているのか総理に伺います。政府と日銀で共同声明まで出しているのですから、日銀が答えることなどと逃げないでお答えをいただきたいと思います。今の日本経済に最も必要なことは民間の成長基盤強化につきます。そのために民主党政権が行った取り組みが日本再生戦略でした。アベノミクスの三本目の矢である成長戦略は、この日本再生戦略の焼き直しが基本になります。我々の日本再生戦略は、グリーン、ライフ、農林漁業という三つの重点分野を定め、予算を重点的に配分して成長の種をまくものであります。特に2030年代原発稼働ゼロの目標のもと、再生可能エネルギー、省エネルギー分野の予算配分、規制改革などを推進し、関連市場の飛躍的拡大を実現することとしています。これに対して、アベノミクスにおける成長戦略の重点分野は一体何なのか。事実上の原発存続政策を掲げながら、エネルギー分野への大胆な予算配分や、規制制度改革ができるのか、総理の見解をお尋ねします。先週、自民公明両党は税制改正大綱を決定し、自動車重量税について道路の維持管理更新等のための財源として位置づける方向で見直しを行うと決めました。これでは民主党の要求に応えて、福田内閣が廃止した道路特定財源の復活ではありませんか。道路特定財源は無駄な道路を作るための旧態依然たる仕組みです。その復活は道路族に代表される古い自民党政治、政官業癒着への逆行であり、看過できません。必要な補修費は一般財源から堂々と行えばよいだけの話であります。政府は昨日、平成25年度税制改正大綱を閣議決定しました。ベースとなったのは与党の税制改正大綱ですが、道路特定財源の復活と受け取られる箇所は外されています。なぜこのような分かりにくいことをしたのか、政府は自動車重量税を特定財源にするのか、あるいは一般財源として維持するつもりなのか、総理大臣としてはっきりご答弁ください。緊急経済対策等には、これまでのいわば
縮小均衡の分配政策から成長と富の分配の好循環を図ると記され、一昨日の所信表明でも安倍総理は同様の認識を示されました。これが民主党の経済政策が縮小均衡の分配政策だったという指摘であれば、これは見過ごすことはできません。言うまでもないことですが、デフレが始まったのは自民党政権の時代です。景気対策の名のもとにばらまきを繰り返し、巨額の財政赤字が蓄積されました。こうした負の遺産を背負いながら、民主党政権は財政規律にも配慮したギリギリの経済運営を行い、競争力強化のための日本再生戦略を推進いたしました。その結果、民主党政権下で GDP は増加に転じ、完全失業率も 1.3 ポイント改善したのであります。この政策のどこが縮小均衡なのですか、総理の見解を聞かせていただきたい。震災復興、福島の再生はどの政権であっても最優先の課題と考えます。安倍内閣が被災地の復興と福島再生を加速するという意気込みを表明したことは率直に評価いたします。安倍内閣は民主党政権が策定した復興予算のフレームワークを見直し、2015年度までで25兆円とする方針を決めました。2012年度当初予算の段階で復興予算はすでに総計17兆円程度に膨らんでおり、民主党政権も昨年10月には復興の基本方針に沿って一定期間経過後、事業の進捗等を踏まえて19兆円枠の見直しを行う旨閣議決定していました。ただし国民に痛みを伴う負担をお願いしている以上、政府与党は復興予算を無条件に肥大させるのではなく、事業内容の徹底的な精査を行い、19兆円枠を撤廃するのであれば、その財源を明確に提示して国民の理解を求めるべきであります。復興予算の追加分を6兆円とする根拠とその財源について総理の説明を求めます。私も先日宮城県と岩手県に伺い復興の現状を視察してまいりました。その折聞かせていただいた現地の声の中に、金額よりも人だ、マンパワーが絶対的に不足しているという切実な訴えがありました。もちろん与野党の垣根を越え、協力すべきは協力するつもりであることを申し添えます。次は教育についてお聞きします。総理は所信表明で教育の危機を指摘しましたが、危機の中身を深く示すでもなければ、いかに対応すべきかという方針について説明することも全くありませんでした。実に不誠実な所信表明です。改めて総理に伺います。6334制の見直し、土曜授業、高校授業料無償化の見直しや35人学級の断念など、安倍内閣は教育政策をどう変えようというのか。子どもの安心安全に直結するいじめや体罰の問題について、民主党はすでに議員立法の検討を始めています。政府としてはどう取り組まれるのか、明快な答弁をお願いいたします。次に総理が所信表明で触れられなかったエネルギー政策について質問します。民主党政権は2030年代に原発稼働ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を投入することを革新的エネルギー環境戦略で決めました。また、海洋国家日本の豊富な海洋資源の開発などについても力を入れてきました。これに対し、安倍内閣のエネルギー政策は後退の一語につきます。原発の位置づけも曖昧で、選挙時の自民党の公約は、エネルギーのベストミックスを10年間で確立すると先延ばしを決め込みました。総理は原発の新規増設を認める考えも示しています。安倍内閣として革新的エネルギー環境戦略を今後も維持するつもりはあるのですか、総理の明快な答弁を求めます。次も総理が総理が
所信表明で触れなかった社会保障についてであります。昨年6月、民主自民公明の三党協議で、公的年金制度、高齢者医療制度改革については、あらかじめその内容等を協議すると確認しました。ところが自民党は与党になった途端、消極姿勢が目立っています。去る1月18日には、三党の実務者協議が再開されましたが、民主党側が公的年金制度改革、高齢者医療制度改革の議論を始めるよう求めたのに対し、自公両党は社会保障制度改革国民会議に検討を委ねるべき、そもそも現行制度が基本と考えていると主張し、制度改革の議論を始めようとしていません。国民会議の設置期限は本年8月21日と法定されており、改革案取りまとめのスケジュールを逆算すると、三党案は2月中にも取りまとめる必要があるはずです。政府は公的年金制度、高齢者医療体制の抜本改革に着手する必要性についてどう考えているのか。三党協議の成案がなくても国民会議で議論すればよいという立場なのか、総理の答弁を求めます。民主党政権においては、自民党時代に続いていた社会保障費の伸びの抑制を見直した結果、医師数の増加や公立病院の黒字化など、国民生活の安心を確保する上で重要な成果を上げました。安倍政権はこうした取り組みを評価し続けるつもりはありますか？総理にお尋ねいたします。次に、やはり総理が所信表明で触れなかった地域主権について質問いたします。民主党政権は紐付き補助金を廃止して基本的に地方が自由に使える一括交付金制度、正式には地域自主戦略交付金を創設しました。ところが安倍政権は緊急経済対策の中で地域自主戦略交付金の廃止を打ち出し、中央官僚による地方支配、利権政治の根源である紐付き補助金を復活させ、公共事業を大盤振る舞いしようとしています。また、小泉政権時代の三位一体改革よろしく、地方交付税を削減し、地域の元気を奪おうとする動きも明らかです。なぜ地方からも評価されている一括交付金制度を廃止し、時計の針を戻そうとするのか、総理お答えください。冒頭で触れたアルジェリアの襲撃事件を受け、在外邦人の安全を守るために、国として、国際社会として何をなすべきか、現実的な対応を検討することが重要です。その前提となるのが、テロの目的や背景、政府の対応、我が国の情報収集能力等について、今回の事件を徹底的に検証することであります。国会に対する積極的な情報開示を含め、事件の検証に対する政府の方針について総理に伺います。我が国の外交安全保障の基軸である日米同盟は今後も進化させていく必要があると考えます。日米首脳会談の早期開催に期待しつつ、対米関係に関する基本姿勢を総理に伺います。沖縄の基地問題については、嘉手納以南の土地返還の促進に政府として引き続き最大限努力するよう求めるとともに、普天間返還に対する安倍内閣の方針を総理からご説明願います。近年の我が国と中国、韓国との関係は残念ながら順調とは言い難いものがあります。このような時期だからこそ、私は総理の所信表明に注目していましたが、隣国である中国や韓国との関係については何も語られませんでした。尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持管理のため、警戒監視、警備体制の拡充等に努める一方で、大局的見地に立って隣国との間に信頼関係を構築することは国益上不可欠であります。新しく習近平体制がスタートしつつある中国。まもなく
朴槿惠大統領が誕生する韓国との間でどのように関係改善を図っていくつもりなのか、総理の考えを伺います。拉致、核実験、ミサイル発射など、北朝鮮が地域の平和と安定を脅かす行動を続けていることは、誠に憂慮に堪えません。核実験が懸念される中、米国や韓国や中国、ロシアを含めた関係国と十分に連携を取り、毅然かつ粘り強い対応を取るように求めます。先日政府は防衛大綱を見直すことを決定しました。民主党政権が2010年12月に策定した現大綱は、北朝鮮や中国を含めた地域の安全保障環境の変化を見据え、南西重視や動的防衛力の構築などを積極的に推進する内容となっており、今回政府与党が挙げている見直しの理由は必ずしも納得がいきません。動的防衛力構想や南西重視のどこに問題があり、どう変える必要があるのでしょうか。総理、お答えください。最後に衆議院の定数削減についてお聞きします。昨年11月の党首討論における野田前総理と安倍総裁の約束に基づき、懸案であった一票の格差是正、そして定数削減までの間の歳費2割削減の法案を成立させることができました。しかし、定数削減という最も大きな宿題は残っています。民主党は今は野党の立場となりましたが、定数削減は必ず実現しなければならないと考えています。自民党も2010年の参議院選挙で衆参の国会議員定数を3年後、すなわち今年の夏までに1割削減することを約束していました。総理も覚えていらっしゃることでしょう。そこで安倍総理にお尋ねします。与野党の立場は変わりましたが、定数削減の約束は解散と引き換えに総理自らが交わされた重い重い約束です。衆議院の定数削減を今国会中に必ず実現する、そのことをこの場で国民の皆様に約束していただきたいと考えます。総理、自民党総裁の覚悟を伺います。アメリカ先住民の言葉に次のようなものがあります。私たちの土地は先祖から相続したものではなく、子孫から借りているものなのです。という言葉であります。私たちのこの日本は今の世代で自由勝手にしていいものではありません。より良い日本にして次の世代に受け渡す義務が今の世代にあります。実はこの精神こそ民主党の政策の底流に脈々と流れるものであります。それゆえに我々は国債の大量発行により静粛に願います。次の世代への負担を押し付けるのではなく、現在の世代が負担を分かち合う苦渋の判断を下したのであります。私たちは未来への責任を果たす政党として、民主党を必ず再生させ、自公両党に対峙します。そして、来るべき東京都議会議員選挙、参議院選挙に勝利し、再び政権を担える党となります。新代表として、粉骨砕身、この挑戦の先頭に立つことを改めてお誓い申し上げ、私の質問を終わります。内閣総理大臣、安倍晋三君。まずはじめに、この度、大変困難な状況の中で、民主党の代表に就任されました、海江田万里代表に対しまして、改めて敬意を表し、私も同世代の者の一人として、エールを送りたいと思います。そして、結びにおいて、
私たちの世代には私たちの世代で日本をより良い国にして次の世代に受け渡す義務がある、そうおっしゃられました。私も全く同感であります。同じ認識を持って海江田代表との間で建設的な、そして緊張感のある議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。それでは海江田万里議員のご質問にお答えをいたします。所信表明演説で教育、社会保障、地域主権、エネルギー政策などに触れなかった理由についてお尋ねがありました。今般の所信表明演説では、今後、施政方針演説が行われることから、経済再生、そして震災復興、外交安全保障という足元での最重要課題に絞り込み、我が国が直面する危機を突破していく決意を述べました。言及しなかった施策について、決してそれらの重要性を否定するものではありません。公債発行額と財政健全化目標についてのお尋ねがありました。強い経済の再生を図りながら、財政の再建を進めることが極めて重要であります。2015年までに国地方のプライマリーバランスの赤字の対 GDP 比を2010年度の水準から半減し、2020年度までに国地方のプライマリーバランスを黒字化するとの財政健全化目標を実現する必要があります。この目標を踏まえ、公債発行額をできる限り抑制することとしており、来年度予算概算では歳出の必要性等について内容を十分に精査し、公債発行額は 42.9 兆円としております。今後、経済財政諮問会議においてご指摘のような財政規律も含め、財政健全化と日本経済再生の双方を実現する道筋について検討を進めてまいります。デフレ脱却の目的や経済政策についてのお尋ねがありました。私が経済の再生にこだわる理由は、特定の企業のためではもちろんありません。長引くデフレや円高が頑張る人は報われるという社会の信頼の基盤を根底から揺るがしていると考えるからであります。経済再生を推し進め、雇用や所得の拡大等につながるよう、次元を超えた政策パッケージとして、日本銀行との共同声明、大規模な補正予算等を先般取りまとめたところであります。他方で、財政出動をいつまでも続けるわけにはいきません。民間の投資と消費が持続的に拡大する成長戦略を策定し、実行していくとともに、財政健全化と日本経済再生の双方を実現する道筋を検討してまいります。金融政策についてのお尋ねがありました。2% の物価安定目標の実現方法、達成時期については、共同声明にあるように、日本銀行が大胆な金融緩和を推進することにより、できるだけ早期に実現されることを強く期待をしております。また、賃金への影響、長期金利との関係については、政府として機動的なマクロ経済政策運営、競争力、成長力の強化や、持続可能な財政構造を確立するための取り組みを行っていくことで、賃金の上昇につなげるとともに、長期金利上昇の懸念にも対応してまいります。為替をめぐる国際的反響については、今回の政府、日本銀行の取り組みは、あくまでもデフレ脱却と持続的な経済成長の実現を目的とするものであります。成長戦略及びエネルギー政策についてのお尋ねがありました。成長戦略の策定にあたっては、あるべき社会像を確かな成長戦略に結びつけることによって、強い経済を取り戻すことが重要であります。そのようなあるべき社会像を実現するため、健康で長生きできる社会の構築、クリーンかつ経済的なエネルギー需要の実現、安全便利で経済的な次世代インフラの構築、世界を魅了する地域支援で稼ぐシステムの構築を、
戦略分野とするとともに、立地競争力強化や雇用の拡大等に取り組んでいきたいと考えています。また、できる限り原発依存度を低減させていくという方向に向けて、省エネルギー、生成可能エネルギーの最大限の導入、火力発電等の効率化、石油、天然ガス等の支援確保等について、予算の重点配分や関連する規制、制度改革を最大限進めてまいります。自動車重量税についてのお尋ねがありました。自動車重量税は一般財源であり、道路特税財源を復活するものでは全くありません。なお、車体課税の見直しについては、平成26年度税制改正の検討課題とされており、平成25年度税制改正の具体的内容となるものではないため、昨日閣議決定した政府税制改正大綱には盛り込まれておりません。経済政策についてのお尋ねがございました。我が国は円高、デフレ不況が長引き、名目 GDP は3年前の水準とほぼ同程度にとどまっています。また、2007年から2011年の間に、名目 GDP は約40兆円、名目国民総所得 GNI は約50兆円減少しました。これまでの延長線上にある対応では、デフレや円高から脱却することはできません。大胆な金融政策、そして機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略という三本の矢で経済再生を推し進め、強い経済を取り戻してまいります。復興予算の追加分を6兆円とする根拠とその財源についてのお尋ねがありました。復興予算については、24年度補正予算までの約 17.5 兆円に加えて、25年度復興予算及び26年度以降確実に実施が見込まれる事業を考慮すると、5年間で少なくとも 23.5 兆円程度の事業規模が見込まれます。このため、復興を加速化し、財源確保に関する被災地の不安を払拭する観点から、昨日、復興予算のフレームを見直し、日本郵政の株式売却収入4兆円程度、および23年度の決算剰余金等2兆円程度を追加することで、合計25兆円程度の財源を確保することとしたところであります。教育政策の方向性といじめ、体罰の問題についてのお尋ねがありました。強い日本を取り戻すためには、日本の将来を担う子どもたちの教育を再生することが不可欠であります。このため、教育再生実行会議での議論も踏まえ、我が国の教育を取り巻く重要課題に内閣を挙げて取り組み、世界トップレベルの学力と機関意識を身につける機会を保障する教育体制を構築してまいります。いじめ体罰の問題については、教育再生実行会議で速やかに提言をいただき、これを踏まえて対策の充実や法制化にもつなげてまいります。エネルギー政策についてのお尋ねがございました。いかなる事態においても、国民生活や経済活動に支障がないよう、エネルギー需給の安定に万全を期します。前政権が掲げた2030年代に原発稼働ゼロを可能とするという方針は、具体的な根拠を伴わないものであります。これまで国のエネルギー政策に対して協力をしてきた原発立地自治体、国際社会や産業界、ひいては国民に対して不安や不信を与えました。このため、前政権のエネルギー環境戦略については、ゼロベースで見直し、エネルギーの安定供給、エネルギーコスト低減の観点も含め、責任あるエネルギー政策を構築をしてまいります。
社会保障についてお尋ねがございました。社会保障制度改革についてお尋ねがございました。ご指摘の公的年金制度、高齢者医療制度の改革の取り扱いについては、改めて3党の実務者協議が再開されており、社会保障制度改革推進法の枠組みに立脚して協議が進められると承知をしております。こうした3党協議の状況や国民会議での議論等を踏まえ対応してまいります。また引き続き国民会議の議論も踏まえ、国民の安心できる医療を実現するための医療提供体制の整備など、暮らしの安心を取り戻すために全力を尽くしてまいります。地域自主戦略交付金の廃止について、お尋ねがございました。地域自主戦略交付金については、地方から窓口の一元化や手続きの簡素化、総額の確保などの課題が指摘されてきました。これらの課題を解消するため、地域自主戦略交付金を廃止し、各省庁の交付金等に移行するとともに、各省庁において交付金のメニューを大繰り化するなど、地方の意見を反映した施策を推進してまいります。アルジェリアにおけるテロ支援への対応に関する検証についてのお尋ねがありました。海外においては法人が安心して活動できるよう、今般の事件の対応の検証をしっかり行い、政府一丸となって必要な対策の検討に迅速に取り組んでまいります。検証の結果について、公表すべきものについては適切なタイミングで公表する考えであります。対米関係の基本姿勢についてお尋ねがございました。日米同盟は日本外交の基軸であります。これを一層強化し、日米の絆を取り戻す必要があります。来る日米首脳会談を通じ、緊密な日米同盟の復活を内外に示していく決意であります。普天間飛行場の移設を含む在日米軍参編については、現行の日米合意に従って進め、抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減に全力で取り組んでまいります。嘉手納以南の土地返還については、早期の返還に向け、沖縄の施設、区域の統合計画に係る協議を引き続き進めてまいります。中国や韓国との関係改善についてお尋ねがありました。私は我が国の領土、領海、領空は断固として守ってまいります。同時に、日中関係は我が国にとり最も重要な二国間関係の一つであります。個別の問題があっても、関係全体に影響を及ぼさないようにコントロールしていくとの戦略的互恵関係の原点に立ち戻って、対極的観点から中国との関係を進めてまいります。また、韓国は我が国にとって基本的価値と利益を共有する最も重要な隣国であります。日韓間には難しい問題も存在しますが、パク次期大統領と対極的な観点から未来志向の日韓関係を構築するべく共に努力をしていく考えであります。防衛大綱の見直しについてのお尋ねがありました。政府としては、現防衛大綱の策定以降、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、日米同盟のさらなる強化、現下の状況に即応した我が国の防衛体制の強化という観点から、防衛大綱を見直すことといたしました。防衛大綱の見直しの具体的な内容については、今後政府全体で検討してまいります。衆議院の定数削減についてのお尋ねがありました。衆議院の定数削減などの選挙制度のあり方は、議会政治の根幹に関わる重要な課題であります。先の3党合意においても、定数削減について、制度の抜本的な見直しの検討を行い、今般の国会終了までに結論を得て、必要な法改正を行うこととしているところであり、各党各会派において十分ご議論をいただき、改革を進めてまいります。以上であります。
高村正彦君。私は自由民主党を代表して安倍総理の所信表明演説に対して質問をいたします。質問に先立ち、アルジェリア人質事件において亡くなられた方々に対し謹んで哀悼の意を表します。尊い人命が奪われたことは誠に残念なことであり、このようなテロ行為を断固として非難いたします。この件に関わる問題については後ほど質問させていただきます。昨年末の衆議院議員総選挙において自由民主党は294議席という多くの議席をいただき、自由民主党公明党連立政権による安倍内閣が発足いたしました。多くの皆様のご支援に心から御礼を申し上げます。しかしながら、この度の選挙結果は比例代表の得票などから推測されるように、自民党への積極的な支持によってもたらされたものではなく、政治を安定させるためには自民党が比較的役に立つのではないか、比較的政策実現力があるのではないかという、あくまで他党との比較の中での評価の結果であったかと思われます。したがって、これからの自民党に課せられた役割は政治を安定させること、選挙でお約束した政策を着実に実現していくことにあります。そしてこれを踏まえ、安倍総理におかれては大胆かつ細心にスピード感を持って政権運営に当たっていただきたく存じます。総理は一昨日の所信表明演説で、過去の反省を教訓として心に刻み、丁寧な対話を心がけながら真摯に国政運営に当たっていくとの誓いの言葉を述べられました。総理に伺います。総理は今回の選挙結果をどのように分析され、何を教訓とした上でどのような方針で政権運営に当たるのか、お聞かせいただきたいと思います。過去の政権、特に民主党政権では足の引っ張り合いを繰り返し、与党内がまとまらず決められない政治が展開されました。自民党は自由闊達な議論を尽くし、所定の党内手続きに従って決まったことに責任を持ちます。その上で一丸となって安倍政権を支え、与党としての責任を果たしてまいる所存であります。総理が掲げている重要課題について伺ってまいります。東日本大震災の発災から2年を迎えようとしています。いまだに30万人を超える方々が仮設住宅などでの避難生活を強いられています。風雪に耐えながら新年を迎えた方々が、一日も早くぬくもりのある生活を取り戻していただけるよう、我々は全身全霊で復興に取り組まなければなりません。福島県においては、復興の前提として除染が速やかに行わなければ地域社会の再生、産業の振興を実現することはできません。不適切な除染などは決して許されません。総理も1月10日の復興推進会議でその検証と再発防止案を指示されましたが、除染の信頼性を高めるとともに速やかに実施されるよう政府に強く要請をいたします。自民党は野党時代から震災復旧復興については積極的に政府に提言を行い、議員立法も主導して提出してまいりました。我が党は地域に根ざした国民政党であり、震災以降安倍総理、
前自民党総裁である谷垣法務大臣をはじめ、多くの党所属議員が現場に入り、被災された皆様方や自治体から直接丁寧にお話を伺ってまいりました。先の総選挙で与党となった以上、地域の声をより素早くかつ正確に汲み取り、あらゆる施策を実現してまいります。自治体においては財源の不足、建築土木や土地測量などの専門的知識技術を持った人材の不足、森林や古くからの農地などの複雑な相続が絡んだ土地の権利関係の問題といったことが共通の課題となっております。問題点が明らかになっている以上、もはや実行あるのみであります。根本匠復興大臣のもと、復興庁の機能権限を強化し、副大臣政務官各職員が現場で能力を最大限発揮し、文字通りワンストップサービスの機能を果たしていただくことが必要であります。政府与党のみならず、国を挙げて復興に取り組まなければなりません。総理の復興に向けた覚悟と震災復興を加速させるために何をなすべきか、その具体策をお聞かせいただきたいと思います。経済政策について伺います。総理は経済の再生を最大かつ喫緊の課題として掲げ、早速その司令塔として日本経済再生本部を設置し、経済財政諮問会議も再起動させました。その上で1月11日は日本経済再生に向けた緊急経済対策を取りまとめ、まさしくロケットスタートを切られたわけであります。総理は大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略という三本の矢で円高デフレから脱却し、経済再生を推し進めると宣言されました。この三本の矢についてそれぞれ伺います。まずは金融政策についてお聞きします。我が党は政権公約で明確な物価目標 2% を設定、その達成に向け日銀法の改正も視野に、政府・日銀の連携強化の仕組みを作り、大胆な金融緩和を行いますと掲げました。総理就任前、あるいは選挙前からの安倍総理の大胆な金融緩和に向けたメッセージに対し、賛否両論巻き起こりましたが、市場が株高円安という反応を示したのは、まさに論より証拠でありました。1月22日に政府と日本銀行は共同声明を発表しましたが、日銀は 2% の物価目標率を導入し、その早期実現に向け平成26年から無期限で国債などの金融資産を大量に買い入れる新たな金融緩和策を決定いたしました。総理はこの決定に対し、この度の共同声明はデフレ脱却に向けてまさに金融政策において大胆な見直しを行うものであり、金融政策におけるいわば画期的な文書である、このレジームチェンジともいえる、特にこの新しい取り組みによって我々はデフレから脱却していかなければならないと評価されました。どういう意味で画期的で、何が新しい取り組みなのか、また次期日銀総裁にはどういう方がふさわしいと思われるのか、合わせてご教示いただきたいと思います。今回の金融緩和によって民間銀行を通じて市中にもお金が行き届くかということが重要であり、そのための有効需要をそうしていかなければなりません。デフレ不況下においては経済のメインプレイヤーたる民間経済主体が守りの姿勢になっている中で、まずは政府が機動的な財政政策によって率先して需要を作る、いわば本格的な民需の呼び水として今回の経済対策が、緊急経済対策が位置づけられるものと考えます。その裏付けである
平成24年度補正予算についてお聞きいたします。今回の補正予算は平成25年度当初予算と合わせた15ヶ月予算との考え方で、切れ目なく経済対策を実行するという方針の下で編成され、一つは復興防災対策、二つは成長による富の創出、三つ目として暮らしの安心、地域活性化といった三分野に重点が置かれております。その中で、被災地の復興に必要なインフラ整備、防災減災のためのインフラ整備は早期にやらなければならない公共事業であります。公共事業イコール無駄のばらまき、イコール古い自民党の復活というストレオタイプの批判もあります。しかし、いつかやらなければならない公共事業であるならば、不況の際に思い切って実施することによって、一般論としてはコスト面で安く仕上がり、単年度の財政収支はともかくとして、中長期的に見れば財政の負担も少なくなるのであります。もちろん、公共事業の中身を精査した上で、これは無駄だという指摘があれば、真摯に耳を傾けることは当然であります。前政権下で復興予算がその趣旨からかけ離れた予算に転用されたこともあり、国民の皆様も厳しく見ておられます。今回の補正予算では、ニーズが高く、早期執行が可能な公共事業や、早期の市場拡大につながる施策、即効性のある施策を重視しているとのことでありますが、今申し上げた公共事業に対する考え方について、総理の認識をお聞かせいただきたいと思います。またこの冬は、寒波の影響で、日本海側を中心に例年以上の大雪、豪雪です。そのため、我が党では平成24年度豪雪災害対策本部を設置し、除排雪費用などの豪雪対策費用に関し、特別交付税の増額配分及び除排雪経費の市町村への特別補助などの必要措置を速やかに行うことを決議いたしました。政府は豪雪対策についてどのような措置を講じておられるのか、補正予算で予算措置が講じられているのか、お聞かせをいただきたいと思います。政府による需要喚起はあくまで呼び水であり、厳しい財政状況でもある我が国がいつまでも需要を作り続けることは到底できません。大胆な規制緩和や税制改革などを行い、民間の活力を最大限引き出すことによって、企業の設備投資や研究開発を促進し、その先にある個人も含めた民間需要を喚起することが経済成長には欠かせません。大企業のみならず、中小企業や農林漁業を中心とした地域経済の隅々にもその効果や成長の富の恩恵を行き届かさなければなりません。1月23日に第1回の産業競争力会議が行われ、経済界の第一線で活躍されている方々もお集まりになって、成長戦略について活発な議論がなされたところであります。また今回の補正予算では、民主党政権で仕分けされた iPS 細胞等を用いた再生医療研究の加速、ものづくり補助金も復活させました。25年度の税制改正においても、研究開発税制の拡充や、教育資金の一括贈与に関する非課税措置などが盛り込まれました。自戒を込めて申し上げれば、かつての自公政権においても累次にわたって成長戦略が作成されましたが、十分な結果は得られませんでした。年王にまとめられる成長戦略においては、これまでのものとどう違うのか、国民の皆様の前で明らかにし、市場にも明確なメッセージを発していただきたいと存じますが、総理の見解を伺います。今回の補正予算、平成25年度予算においても引き続き多くの国債を発行せざるを得ない状況であり、財政の持続可能性についての懸念が指摘されております。経済成長による税収増がなければ、
財政再建が困難なものとなる一方で、将来にわたる財政の健全性が確保されなければ、経済成長も阻害されます。我が党は野党時代に財政健全化責任法案を提出しましたが、それには2015年と2020年の財政健全化目標が明記されております。総理も所信表明演説において、中期の財政健全化に向けて、プライマリーバランスの黒字化を目指すと述べられましたが、財政健全化目標を守る総理の覚悟をお聞かせください。三本の矢を束ねれば折れないという毛利元就の故事を超えて、三本の矢を連射することによって、デフレの厚い岩盤を突き崩すことが求められており、金融政策、もしくは財政政策一本やりでは、実体経済を好転させ、国民が持続的、安定的に豊かさを享受することはに至りません。個別生活策の方向性や、時間軸が整合性の取れた、マクロの経済政策運営がなされるよう、総理の適切なリーダーシップを期待いたします。外交安全保障についてお聞きします。民主党政権がもたらした外交敗北によって、我が国の外交は行き詰まり、国益は大きく損ねました。かつての自公政権下では、ロシアの大統領や首相が北方領土に上陸したことはありません。韓国の大統領が竹島に上陸したこともありません。尖閣諸島で中国が今のような乱暴な態度に出たこともありませんでした。鳩山元総理が普天間基地の移設策について、あてもないのに最低でも県外と言ったため、アジア太平洋の安定の支柱である日米同盟がぐらつき、ロシアにも韓国にも中国にも軽視される状況に陥りました。早急に日本外交の基軸である日米関係を立て直さなければなりません。安倍総理は来月訪米され、オバマ大統領とも会談されますが、具体的な成果を上げられるよう、総理の意気込みをお聞かせください。自民党は自由貿易体制を施行する政党であり、これまでも経済連携協定を積極的に推進してまいりました。TPP については、参加のハードルが高く、かつ国益判断に必要な情報が政府から提供されない中、正義なき完全撤廃を前提にする限り、TPP 交渉参加に反対であると、先の総選挙で公約いたしました。一方、選挙後の自公の連立政権合においては、国益にかなう最善の道を求めるとされましたが、この二つの整合性を含め、TPP に関する総理のお考えをお示しください。先般のアルジェリア人質事件では、多くの邦人、現地スタッフがテロの犠牲となりました。今回の政府の対応は適切なものであったと考えますが、少なからぬ課題が浮き彫りとなりました。今後は我が国はテロとの戦いにどう対応するか、邦人の安全を守るためにどうするのか、また危機管理に際して、我が党の政権公約に掲げているように、官邸の司令塔機能を強化するため、国家安全保障会議、日本版 NSC を設置することも実行に移す必要があるのではないでしょうか。総理の見解を伺います。第一次安倍内閣において総理が最初に訪問した国は中国であり、胡錦涛国家主席との間で戦略的互恵関係を構築したことを私は高く評価をしております。それが民主党政権下で、私の作った言葉で言えば、戦術的互損関係、お互いに損する関係になってしまったことは、極めて残念であります。
総理が何とかして良好な日中関係を取り戻したいと考えておられることを私はよく承知をしております。尖閣諸島の領有権については譲る余地がないこと、我が国の領土領海領空は断固として守り抜くことは当然であります。一方、引っ越すことのできない隣国である中国と良好な関係を目指すこともまた当然であります。戦略的互恵関係を再構築するのだという総理の決意をお聞かせください。1月23日に国連安全保障理事会は北朝鮮によるミサイル発射に対し制裁を強化する決議を全会一致で採択いたしました。総理は我が国は拉致核ミサイルといった北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的解決に向けて国際社会と緊密に連携し引き続き積極的に取り込んでいくとのコメントを発表しました。当然ながら我が党も北朝鮮による拉致問題対策本部でしっかりと政府を支え拉致問題の解決に全力を尽くします。北朝鮮に対する我が国独自のさらなる制裁措置を講じるのかどうかを含め総理の見解をお聞かせください。安倍総理は教育再生実行会議を立ち上げ教育改革を経済再生と並ぶ最重要課題として位置づけられました。第一次安倍内閣では教育基本法が改正され自立の精神や公共の精神、自らが生まれ育った国や地域への愛情など、戦後忘れられがちだった基本的な価値観が盛り込まれました。その後政権交代もあり、残念ながらその理念が後退した感は否めません。大阪の桜の宮高校では、体罰を受けていた男子生徒が自殺するという痛ましい事件があったばかりです。いじめや体罰が原因で未来ある学生がその若い命を自ら絶つようなことは断じてあってはなりません。我が党の政権公約においてもいじめ対策について今すぐできる対策、いじめと犯罪の峻別、道徳教育の徹底、出席停止処分などを断行するとともに直ちにいじめ防止対策基本法を成立させ、統合的ないじめ対策を行うことを明記しております。教育再生にかける総理の強い意志といじめ体罰の問題についての所見を伺います。1月21日に第3回の社会保障制度改革国民会議が開かれ、安倍政権の下では社会保障税一体改革の議論がスタートしたことは極めて意義深いと考えます。この一体改革は先ほど申し上げた財政健全化目標の達成に不可欠であるばかりでなく、社会保障の実行を充実を行って暮らしの安心を取り戻すためにぜひともやり遂げなければなりません。福田内閣における社会保障国民会議、麻生内閣における安心社会実現会議、そして自公両党で定めた平成21年度税制改正法不足の流れを受けて、昨年の通常国会において民主党の政権下で法案が成立し、そして今また社会保障制度改革の具体化が我々の手に委ねられていることは歴史の必然と考えます。国民の暮らしを支える社会保障とそのための安定財源の確保がどの党にとっても避けて通れない国民的課題であり、党利党略を競う対象でないことは我々には胸に刻まなければなりません。安倍総理におかれてはぜひとも自民党、公明党、民主党の三党合意に基づく協議体制を堅持していただき、その上で社会保障税一体改革を早急に具体化させていただきたいと存じますが、そのご決意をお伺いいたします。
社会保障改革の具体的内容としては、まずは差し迫った消費税率 10% の引き上げまでにどのような改革がなされるかを国民にお示しすることが急務であります。前政権では消費税増収 5% 分を全額社会保障財源化し、そのうち 1% 分、約 2.7 兆円を社会保障の充実に充てるとして、その具体的メニューが提示されました。このうち昨年の通常国会で年金や子育てに関係する法案が成立していることから、今後は主に医療介護分野の改革に道筋をつけることになると考えられますが、仮に見直しを行って新たなメニューを提示していくということであれば、早急にどこを削ってどこを増やすか、その具体案を示さなければなりません。安倍政権として 2.7 兆円の枠組みや改革のメニューを基本的に踏襲していくのか、見直していくのか、お考えをお聞かせください。私たち日本人は、戦後の焼け野原から立ち上がり、わずか二十数年で我が国を世界第2位の経済大国に押し上げました。確かに現在とは国内の人口構成や周辺環境も大きく異なります。しかしながら、今は政治国家としての強みがあるのもまた事実です。例えばあの時とは比べ物にならないほど、金融資産や知的財産の蓄積があります。さらにはアジアの国々は急激な経済成長のさなかにあります。周辺諸国が発展しているということは、我が国の成長にとっても極めて有利とも言えます。これらをうまく生かしていけば、危機に強いと言われた日本人の長所、底力とも相まって、必ずや被災地の復興、我が国の経済社会全体の再生にも成功できると信じております。安倍総理は所信表明演説において、どうなるかと他人に問いかけるのではなく、我々自身の手によって運命を開拓するほか道はないという芦田元総理の言葉を引かれ、強い日本を作るのは他の誰でもありません。私たち自身ですと国民に呼びかけられました。この呼びかけは、若干70歳の青年高村正彦の魂をも揺さぶりました。私自身はもちろんのこと、我が党を一丸となって総理を支え、日本を取り戻すため全力を尽くすことを申し上げ、私の質問を終わります。内閣総理大臣、安倍晋三君。私の所信表明演説が、若干70歳の高村副総裁の魂と情熱と、そして肉体を足りらせることができたとすれば、これに勝る光栄なことはございません。我が郷土山口県の大先輩である高村副総裁に評価いただけるよう、今後とも頑張ってまいります。それでは高村議員の質問にお答えをいたします。選挙結果の受け止めと政権運営の方針についてお尋ねがございました。昨年末の衆議院選挙で自由民主党は多くの議席を得ることができました。そして多くの新人議員が誕生しました。まさに我が党にとってホープだと思います。しかしながら、これまでの政治の停滞と混乱に終止符を打つべきだとの民意を今回の衆議院選挙の結果は反映したものであり、
決して我が党に対する国民の信頼が完全に戻ったものではないと私も認識をしております。政権を再び任せていただく以上、謙虚な気持ちで、そして緊張感を持って政策を前に進め、具体的な結果を出すことによって国民の負託に応えていかなければならないと考えております。復興に向けた覚悟と加速化策についてのお尋ねがありました。復興は内閣の最重要課題の一つであり、閣僚全員が復興大臣であるとの認識のもと、新しい東北の創造に向けて全力で取り組む決意であります。昨日の復興推進会議で、5年間の復興予算フレームの25兆円の見直し、住宅再建工程の明示や、マンパワー不足対応の強化、福島と東京の、いわゆる日本社体制の下での助成をはじめ、早期帰還、定住施策の強化等を決定しております。復興庁を司令塔として、これらを着実に実施することにより、現場主義で被災地の復興を加速してまいります。政府と日本銀行の共同声明及び次期日銀総裁についてのお尋ねがありました。共同声明で日本銀行は初めて 2% の物価安定目標を導入し、できるだけ早期に実現することを目指すという強いコミットメントをしております。また、経済財政諮問会議で金融政策等を検証する仕組みを導入し、説明責任を強化しました。こうした点で、共同声明は従来の金融政策の枠組みを大きく見直した画期的なものと考えております。また、次期日銀総裁については、デフレ脱却に向け、金融政策に関する私の考え方に理解をいただき、確固たる決意と能力で、この課題に取り組んでいく方を人選してまいります。公共事業に対する考え方についてのお尋ねがございました。まず第一に、公共事業イコール無駄遣い、あるいは悪であるという単純なレッテル貼りから卒業しなければならないと思います。我々は公共事業についても資料深い議論を進めていく考えであります。公共事業については経済再生に向けて老朽化対策や耐震化など国民の生活を守る事業、成長や地域活性化や地域活性化を促す事業に重点化した上で、その中でもニーズが高く早期執行が可能な事業を速やかに実施したいと考えております。その際、国民の納得を得ながら事業を進めていくことが重要であり、費用と効果が見えるよう情報公開を徹底してまいります。豪雪対策についてのお尋ねがありました。今年の冬の豪雪については、内閣発足直後に私から関係省庁に対し、ライフラインや交通の確保などを指示し、自治体に対する必要な支援を行うなど、その対策に万全を期してまいりました。自治体の除排雪経費については、今年の冬における降雪状況を踏まえ、予算の補正を行うまでもなく、今年度当初予算を用いて、特別交付税や社会資本整備総合交付金により措置するなど、自治体の除排雪に支障をきたさないよう適切に対処してまいります。成長戦略についてお尋ねがありました。日本経済再生に向けて成長戦略を年をまでに取りまとめたいと考えています。成長戦略は文章をまとめるだけではなく、政府が強力にコミットし一丸となって実行していくことが、活力ある民間投資の誘発につながると考えます。今回は日本経済再生の司令塔として、全閣僚が一丸となった日本経済再生本部を設置をし、そして取りまとめを待つことなく、私自身が矢継ぎ早に具体策を判断し、次々と実行に移していくことによって、確かな成長戦略を実現してまいります。財政
健全化目標についてのお尋ねがありました。強い経済の再生を図りながら財政の再建を進めることが極めて重要であり、2015年度までに国地方のプライマリーバランスの赤字の対 GDP 比を2010年度の水準から半減し、2020年度までに国地方のプライマリーバランスを黒字化するとの財政健全化目標を実現する必要があります。財政健全化目標を踏まえ、国債に対する信任を確保するため、来年度予算において公債発行額をできる限り抑制するとともに、社会保障税一体改革を継続し、中長期的に持続可能な財政の実現を図ってまいります。日米首脳会談についてのお尋ねがありました。日米同盟は日本外交の基軸であります。これを一層強化し、日米の絆を取り戻す必要があります。安全保障環境が厳しさを増すアジア太平洋地域の平和と繁栄を確保していくためには、政治、経済、安全保障等あらゆる面で日米両国が緊密に協力をしていくことが不可欠であります。オバマ大統領との会談では、同盟強化の方向性について幅広く議論し、緊密な日米同盟の復活を内外に示していく決意であります。 TPP についてのお尋ねがありました。自由貿易の推進は我が国の対外通商政策の柱です。力強い経済成長を達成するためには、自由貿易体制を強化し、諸外国の活力を我が国の成長に取り込む必要があります。他方、高村副総裁におまとめをいただきました我が党の公約で明記した通り、正規なき関税撤廃を前提にする限り TPP 交渉には参加しません。 TPP については政府としては、これまでの協議の内容、 TPP に参加した場合に生じうる様々な影響等も含め、しっかりと精査分析した上で国益にかなう最善の道を求めてまいります。アルジェリアにおけるテロ事件についてのお尋ねがありました。卑劣なテロ行為を断固として非難し、国際社会と引き続き連携しテロと戦い続けます。また海外において邦人が安心して活動できるよう、今般の事件への対応の検証をしっかり行い、政府一丸となって必要な対策の検討に迅速に取り組んでまいります。またご指摘の国家安全保障会議については、そのあるべき姿について検討の上、設置に向けて積極的に取り組み、官邸の司令塔機能を強化してまいります。中国との戦略的互恵関係の再構築についてのお尋ねがありました。まず尖閣諸島をめぐる情勢については、安倍政権として我が国の領土領海領空は断固として守り抜くとの決意で取り組んでまいります。同時に日中関係は我が国にとり最も重要な二国間関係の一つです。個別の問題があっても関係全体に影響を及ぼさないようにコントロールしていくとの戦略的互恵関係の原点に立ち戻って、大局的な観点から中国との関係を進めてまいります。北朝鮮についてお尋ねがございました。政府としては拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けて対話と圧力の方針を貫き、全力で取り組んでまいります。北朝鮮が昨年12月のミサイル発射に続き、核実験の実施の可能性に言及していることは極めて遺憾であります。我が国は北朝鮮が国際社会の行為にどう向き合うのかを見極めながら、関係国と緊密に連携し、そしてご指摘のございました独自のさらなる制裁措置を取ることも含め、しっかりと対応してまいります。教育再生にかける意思といじめ体罰の問題についてのお尋ねがありました。強い日本を取り戻すためには、日本の将来を担う子どもたちの教育を再生することが
不可欠であります。特にいじめ、体罰に起因して子どもの尊い命が絶たれるという痛ましい事案は断じて繰り返してはなりません。このため、いじめや体罰の問題を含め、我が国の教育を取り巻く重要課題について、教育再生実行会議や与党のご議論も踏まえて、対策の充実や法制化につなげるなど、内閣を挙げて教育再生の推進に全力で取り組んでまいります。社会保障、税一体改革についてのお尋ねがありました。少子高齢化が進展する中、安定財源を確保しながら、持続可能な社会保障制度を構築し、暮らしの安心を取り戻すため、自民、公明、民主の三党合意に基づき、社会保障税一体改革を推進してまいります。引き続き、三党間の協議を進めるとともに、社会保障制度改革推進法に基づき、国民会議で精力的に議論するなど、改革の具体化に向け取り組みを進めてまいります。社会保障改革の具体化についてのお尋ねがありました。社会保障税一体改革については、消費税率引き上げによる増収分を社会保障の充実と安定化に向けるという考え方のもと、自民、公明、民主の三党間での協議を通じて進められてきた経緯があり、この考え方を尊重してまいります。お尋ねの社会保障の充実については、ご指摘のとおり、年金や子育て分野についての関係法案が成立をしております。今後、医療介護分野をはじめとして、国民会議で議論を深めるなど、社会保障改革のさらなる具体化に向けて検討を進めてまいります。以上であります。平沼武雄君。まずはじめにアルジェリアで不幸なテロによって生命を奪われた被害者の皆様のご冥福をお祈りし、ご家族の皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。私は日本維新の会を代表して安倍総理大臣の所信表明演説について質問をいたします。日本維新の会はこの度の総選挙において54議席を獲得し、比例で頂戴した票の総数は1226万票でありました。全体の 20% で2番目の地位を占めたわけであります。私どもは国会の第三党としてその責任を自覚し、日本のために国政の場にあって、是は是、非は非の基本姿勢で、今後の政治に責任を持って対処してまいる覚悟であります。本題に入る前に、我が岡山が生んだ幕末、江戸後期の偉人、備中松山藩の山田報国について触れてみたいと思います。彼は、
今より200年ほど前、1805年に現在の岡山の高橋市で生まれました。家は貧しい農商で、菜種油の製造と油の販売を行っていました。幼くして両親を失った報告は、陽明学を学び、苦学して家業に精を出しました。彼は神道の誉れ高く、その学徳が藩主に認められ、わずか9歳の折、将来は何になりたいか、こう問われたとき、四国平天下と答えたと言います。大学にある修身成果、四国平天下、身を納めて家を整え、持って国を治めれば天下は平らかである。この言葉を9歳の少年が堂々と述べたというので、皆びっくりしたそうであります。彼は京都や江戸へ出て学問に勤しみ、武士に取り立てられるまでに至りました。江戸では佐藤一斉の塾に入り、佐久間象山と二傑と称され、彼が塾頭になったわけであります。32歳で故郷の松山藩に戻った報告は、藩校の優秀官の学徒教授となりました。報告は教育家として学識経験に一生懸命邁進し、40歳で殿様の教育係にもなったわけであります。松山藩は当時大変な貧乏藩で、石高は5万石でしたが、報告が調べたところ、実際は1万9千石ほどしかなかった。こういうふうに言われております。そして、借金は膨大で、10万両の借金が大阪の両替商にあり、利息を払うだけでも四苦八苦の状況でした。藩主板倉勝清に壊れて、全権を委任されて、元締め役、兼吟味役、今で言えば財務大臣に就任したわけであります。報告は現在の日本に匹敵する財政難に必死で立ち向かいました。報告は節約の大号令を発し、藩札の刷新、産業の振興、藩政改革、文武の奨励、軍政の確立、新田の開発等々で一生懸命それに取り組み、現在の貨幣価値でいうと600億円にもなる10万両をわずか7年で完済し、その上に10万両の宅邸まで持つことができました。彼は節約でお金を浮かし、大阪の両替商には正直に内情を示し、再建計画書を提出、利息を負けてもらい、この資金で製鉄のためのたたらを作り、鉄製の三本またる備中桑を大量製造して、当時日本の総人口の8割を占めている農民に向かって江戸でこれを販売しました。これが羽の生えたように売れ、藩の収入に大変寄与しました。これで報告は街道の整備、港の建設を行い、流通面でも配慮したわけであります。当時は藩の発行した紙幣、藩札は紙くず同然になって、
それぞれの家に眠っていました。報告は、判察を持ってくれば、金か銀か銅かに変える。交換を約束をいたしました。藩中の人々は、半信半疑で、藩長に判察を持ってきました。約束通りに、金銀銅かに交換してくれ、藩の中心にある河原に、旧札がうず高く積まれました。報告は囚人監視の中で、これに火をかけて燃やしました。新たに判察を発行しました。新しい判察には信用があり、瞬く間に流通をし、隣の藩にまで浸透したようです。こうして情報を開示し、資金を創出し、産業を起こし、信用ある藩札の発行、金融改革、財政改革を行い、必要な公共事業にも手を伸ばしました。また報告は、新田の開発にも熱を入れ、新田からの米には年貢をかけませんでした。農民だけでなく、武士にも、屯田兵制度で、新田を開発され、これも無税扱いにいたしました。これは税制改革の一つといえ、経済は盛んになりました。また軍備にも着目し、理政隊、武士でない、一般人からなる軍隊を創設し、総理のご地元の騎兵隊の10年も前に、この理政隊を設立しました。これを日下元帥もわざわざ見学に来て、多大の影響を与えたものといえます。山田報告は72歳で没するまで、教育、それに邁進し、彼の教育の教えを受けた人々が大変活躍をしました。彼の反省冊子の効果絶大で、板倉勝清は徳川幕府の筆頭老中にまで上り詰めることができました。報告は勝清の右腕として活躍し、大政奉還の精神も彼が起草したと言われております。現在の日本と同じような状態となっていた松山藩を実質1万9000石から20万石の実力とまで言われるようにした山田報告のこと、我々は今、今後の参考に大いになると考えております。このことを念頭において、以下、初心にはないことを含めて、質問をさせていただきます。まず、高騰の問題です。平成16年12月、皇室典範に関する有識者会議が突如設置されました。国論を二分することから、ことになったわけであります。背景には、昭和40年11月30日に、綾宮文仁親王、現在の秋篠宮殿下ご誕生以降、平成16年まで40年間、親王様のご誕生を見ない異常な事態がありました。この40年間に、8方の女子皇族がご誕生になっておられたのに、男子はゼロという状態でした。男女ほぼ5割と見られている確率から見れば、異常な事態が出現しておりました。金城陛下の次の次の世代において、皇位を継承すべき男子のお世継ぎがおられないということで、これに一応答えての有識者会議の設立でした。
しかし、これをよく吟味してみると、皇室の危機を克服するどころか、この危機に乗じて、皇室の解体の起につながる、皇室全般の改正という手段で、これを間接的に行おうとする意図が明白なものとなりました。そして、平成17年の1月に開始された有識者会議の結論は、女系天皇の出現を可能とするようなものになりました。当時の総理大臣は、良い答申をいただいた。次の通常国会で取り上げるとまで言い切ったのであります。しかし、平成18年2月7日に、秋篠宮家の紀子妃殿下ご懐妊の兆候が発表され、2月9日には、皇室典範改正法案の国会提出は見送るということになりました。そして同年の9月6日に、悠仁親王のご誕生で、この作業は打ち切られることになったのです。しかし、皇室典範の改正を目論んだ勢力は、決して諦めておりませんでした。平成23年10月に女性御影家の創設という名分を立てて行動が開始されました。私には思い起こすことがあります。有識者会議で国論が二分されたとき、平成18年の春、武道館で国民大集会を開催をいたしました。当時のマスコミの一部は、あんな大会場を満杯にするような人は集まらない。せいぜい半分だ。こう揶揄いたしました。当日出席した私は、感激に浸りました。一階のアリーナ席から3階まで、人々が参集、1万人を超える全国からの人々の大集会となったわけであります。各界より数々の意見が寄せられましたが、イスラエルのヘブライ大学の教授、ベン・アミン・シローニ氏のメッセージに皆感動をいたしました。自分はユダヤ人であり、ユダヤ教のラビ、お坊さんは男親から男の子に引き継がれる。全世界に10億人を超えるカトリック教徒がおり、イスラエルも、そしてカトリック教徒も男女同権思想が強いけれども、ローマ法が男だということで、誰も異論を差し挟まない。それは長い歴史、伝統文化のなせる技であり、誰もが当然のことと思っている。日本の皇室は、125代男系で続いた尊いものである。世界唯一の存在ではないか。なんで日本人はその尊いものを変えようとするのか。日本人しっかりせえというものでした。私は総理にお尋ねします。皇室典範の改正により、男系の継承は可能だと思います。本来であれば、皇室の家宝である皇室典範のことを、我々国民が云々すべきではありませんが、昭和22年の連合国の強権によって、11宮家が廃絶、皇室典範は憲法のもとに置かれてしまい、国民の代表たる我々が意見を述べなければならなくなりました。皇統の伝統について、総理大臣の見解をお聞きしたいと思います。
次に日本国憲法の問題です。総理も改憲論を展開されており、私どもも現在の憲法は改めないといけないと思っております。我が党の石原慎太郎代表は改憲論を述べております。それは現憲法を改正するのではなくて、憲法を新しく制定すべきとの意見です。非占領国に対し、占領した国が憲法の変更を迫ることは、ハーグ陸戦条約の43条、大西洋憲章の第3条等に逸脱することになるからであり、違法な手段、不法な条件で意図的に改正された日本憲法は問題との見解です。現在、96条改正が憲法改正の要のように言われておりますが、総理として憲法を改めるにはどうしたらよいか、このことをぜひお聞かせいただきたいと存じます。次に、経済政策の問題です。総理は、三本の矢の政策を掲げ、無期限の金融緩和に踏み込み、2% のインフレターゲットを日銀と歩調を合わせて断行しました。それにつれ、10円以上の円安、株価の上昇、国民の景気マインドの向上と効果は現れつつあり、そのことは私どもも評価いたします。しかし、米国国家情報会議のメガトレンド2030を見ると、覇権的なパワーの分散、人口の動態、食料、水、エネルギーの需給の大問題、危機が起きやすいグローバル経済、米国の役割の低下、格差の増大、米国のエネルギー需給と中東諸国との関係、気候変動、ユーロの崩壊の危機、中国の経済動向、米国の後退等々、大問題が山積しています。自由に世界経済をコントロールする覇権国家が存在したのは歴史上二度しかありません。ナポレオン戦争の終了から第一次世界大戦までの英国、第二次世界大戦後のアメリカの存在だけです。要するに覇権国家がなくなるということであり、 G7、G20 と言っていましたが、G0 の時代が到来しております。もちろん、アメリカと日本は仲良くしていかなければなりませんが、G0 を想定される場合、日本の将来に対してどういう手段が経済政策に必要か、この肝心なことを総理にお聞きしたいと思います。最近では、デフレインフレの議論の上に、スクリューフレーションの危機があり、さらなる中産階級の貧困化を招くと言われております。こういった現状にあって、我が国の産業を支える多くの中小企業に、きめ細かく対応しつつ、競争原理を導入し、力強い産業を振興して、新たな市場を生み出していく決断が必要です。前日の山田報告の話ではありませんが、ぜひ、総理のお考えをお聞かせいただきたいと思います。次に、外交安全保障について質問させていただきます。北方四島、竹島、そして尖閣諸島を含めぐって緊張が高まっています。
ロシアとの関係、韓国との圧力、中国の覇権主義、どれ一つとっても我が国にとって喫緊の課題です。アルジェリアのテロを見ても我が国の情報収集力の不足が現実であります。予算の貧しさも嘆きます。我が国の現状を見ると諸外国では軍事費が増大しております。ただ一つ、日本は小泉内閣以来実質的に削減をしており、この国の安全と平和を守る上で限界に近づいております。国の財政状況を見るとその厳しさはわかりますが、防衛費を思い切って上げる覚悟は必要です。福祉が叫ばれておりますが、国の平和と安全を担保することは福祉と同じぐらい国民の心の安寧を試すためにも必要であります。防衛費の確保はお考えのようですが、思い切って防衛費を大幅に上げる決断をしていただきたいと存じます。領土問題に関しても我が国は正々堂々と国際司法裁判所へ提訴するなど正しい行動を取るべきだと考えます。防衛費増額と領土問題について総理のお考えを伺いたいと存じます。小泉内閣の時に北朝鮮は初めて拉致を認めて5名の被害者が帰国し、引き続き家族の方々も帰ってまいりました。そして昨年で10年も経っております。この間何の進展もありませんでした。ご家族の方々も年を取られ、全国で1000万人に難関とする署名も集まっており、拉致された方々は必ず生きておられると確信しております。総理も拉致の問題、これまで目覚ましい活躍をされてこられましたが、拉致問題解決のため総理は日本政府としてどう対応していくか、6者協議のこともよく考えて、ぜひそのお考えを承りたいと思っております。鳩山内閣の時に日米関係にひびが入り、普天間基地問題で米国との関係にきしみが出、沖縄の方々にも不信を与えております。日米関係の円滑化のため総理はどう対処されようとしているか、これも総理のお考えをお聞きいたします。先ほども触れましたが、防衛力の整備は我が国にとっても大変重要な課題です。日本独自の防衛力整備に関し、向こう10年は我が国の優位が保たれている今、集団的自衛権の行使を含む集団的安全保障、核攻撃に対するシミュレーションの必要性や我が国の防衛体制の在り方についてご意見をお聞きしたいと考えております。最近 TPP について国論がかまびしくなっております。最大の同盟国アメリカの提唱ですから話し合いには参加すべきと考えますが、農業問題を含め24項目すべて国益に関する重要な検討項目があります。私どもはこの交渉も是は是、非は非で国益を十分考慮して臨むべきと思っております。 TPP 交渉につき総理のお考えをお尋ねいたします。次に財政
制度改革につき、現在の単式簿記現金主義から世界標準の複式簿記発生主義への転換が必要と考えます。東京都や大阪府ではすでに採用して大変な効果が上がっています。この会計制度の改革につきご意見をお聞きしたいと存じます。私どもは国の一般会計特別会計等を連結し、予算ベースで財務諸表を作成、国の財務のコントロールを徹底すべきと思っております。なお昨年11月16日、民主自民公明3党は衆議院議員の定数削減について選挙証での抜本的な見直しについて検討を行い、次期通常国会終了までに結論を得た上で必要な改正、法改正を行うとする衆議院議員定数削減に関する合意書を取り交わしましたが、今回の総理の所信表明演説では国会議員自らが身を切る定数削減等については何ら言及されていません。行政の歳出削減を断行する前にはまず政治家が身を切る覚悟を示すべきです。日本維新の会は議員定数3割から5割削減を公約としてその実現を図りますが、この問題に対する総理の所信を伺います。政府と日銀の責任分担を明確化する協定が必要と考えます。政府が日銀に物価目標を指示する場合、その目標を達成するため日銀は非伝統的な金融政策に踏み込まざるを得なくなります。その政策実施の責任は政府が負うことを明確化すべきであります。政府と日銀の責任分担、日銀のガバナンスのあり方を再定義するための日銀法の改正が必要です。総理の見解をお聞きします。次に社会保障についてお尋ねいたします。年金問題は大きな問題です。現役世代、若者世代を応援するために世代間格差を是正することが必要です。具体的には年金制度の考え方として付加方式から積み立て方式への移行、世代間格差の是正が必要です。年金問題について今後どうあるべきか、総理のお考えをお聞きいたしたいと存じます。医療について問題が多々あります。自己負担割合の一律化、世代間格差の是正、混合診療の解禁等々、問題が山積しております。今後の医療をどう守っていくかについてお聞きいたします。平沼武雄君に申し上げます。申し合わせの時間が過ぎておりますから、はい、なるべく簡潔にお願いをいたします。生活保護と考える人々を対象とすべきなのに、実施の内訳を見るとその給付が外国人に大きくなりつつあり、全体の3兆円の相当な部分を占めるようになっています。真の弱者を支援するという立場に立って、私どもはこの在り方を見直さなければならぬと思っております。この現状について総理のお考えをお聞きします。次に震災の復興です。絆と言いながら各市は瓦礫の処理に非協力的になっています。東北4島を除くと東京都や大阪市などが率先して受け入れを決断し、現在11件が受け入れていますが、まだまだ不十分です。残念ながら瓦礫処理は遅々として
進んでおりません。もちろん安全性はしっかり担保しなければなりませんが、各市はもっと再度平沼武雄君に申し上げます。申し合わせの時間が過ぎておりますから、なるべく簡潔にお願いをいたします。1628万トンのうち未だに 50% 以上が未処理であります。被災された方々は強制移住をされて毎日不便な生活を強いられております。一日も早い完全な復帰が求められており、政府は全力を挙げてこの問題に取り組んでいくべきです。復興に関するご意見をお聞きしたく存じます。山田報告は今の日本の現状と類似した備中松山藩の大改革を単なる経済復興だけではなく、金融財政、必要な公共事業、流通、教育体制、軍備改革と総合的に成し遂げました。私どもは総理の姿勢に共感を覚えるものでありますが、ぜひ三本の矢を総合的な抜本改革によって日本再生のため頑張っていただくことを記念し、私の代表質問を終わります。内閣総理大臣安倍晋三君。ただいま平沼武雄議員から格調高い、そして質疑に富んだご質問をいただきました。お答えをさせていただきます。高騰の存続についてのお尋ねがございました。安定的な皇位の継承を維持することは国家の基本に関わらず極めて重要な問題であります。野田前内閣が検討を進めていたいわゆる女性宮家の問題については、改めて慎重な対応が必要と考えます。男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みを踏まえつつ、今後安定的な皇位継承の維持や将来の天皇陛下をどのようにお支えしていくかについて考えていく必要があると考えております。憲法改正についてのお尋ねがありました。現行憲法の成立過程については種々の議論がありますが、現行憲法は最終的には帝国議会において議決され、すでに64年経過したものであり、有効なものと考えております。憲法の改正については、党派ごとに異なる意見があるため、まずは多くの党派が主張しております。憲法第96条の改正に取り組んでまいります。日本の将来のために必要な経済政策についてのお尋ねがありました。大胆な金融政策、機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略という三本の矢で経済再生を推し進めてまいります。このうち成長戦略については、企業が活動しやすく雇用と所得が拡大する国を目指した取り組みなどを盛り込んでいます。また、日本経済の足腰を強くし、地域経済と地域の雇用を支える中小企業、小規模事業者が躍動するよう、きめ細かな支援を講じてまいります。防衛費と領土問題についてのお尋ねがありました。防衛費については、厳しさを増す
安全保障環境を踏まえ、国民の生命財産と領土領海領空を断固として守り抜くため、しっかりと確保してまいります。我が国が抱える領土問題については、竹島問題は平和的な解決を図るため粘り強い外交努力を行っていき、北方領土問題は四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するため粘り強く交渉に取り組んでまいります。なお尖閣諸島については、我が国固有の領土であることは歴史的にも国際情報も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配をしております。したがって尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在はしません。拉致問題の解決に向けた取り組みについてお尋ねがありました。拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であります。国の責任において解決すべき喫緊の重要課題であります。我が国としては国際社会とも連携し、北朝鮮に対する対話と圧力の方針を貫き、すべての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しに向けて全力を尽くしてまいります。普天間飛行場の移設問題についてのお尋ねがありました。日米同盟は日本外交の基軸であります。普天間飛行場の移設を含む在日米軍再編については現行の日米合意に従って進め、抑止力を維持しつつ沖縄の負担軽減に全力で取り組んでまいります。普天間飛行場の固定化はあってはなりません。政府としては沖縄の声によく耳を傾け、信頼関係を構築しつつ普天間飛行場の移設に取り組んでまいります。我が国の安全保障体制についてのお尋ねがありました。我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増していることを等を踏まえ、現防衛大綱を見直し、我が国の防衛体制を強化してまいります。また、集団的自衛権等については、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告書を踏まえつつ、新たな安全保障環境にふさわしい対応を改めて検討してまいります。TPP についてお尋ねがありました。自由貿易の推進は、我が国の対外通商政策の柱です。力強い経済成長を達成するためには、自由貿易体制を強化し、諸外国の活力を我が国の成長に取り組む必要があります。他方、我が党の公約で明記したとおり、正規なき関税撤廃を前提にする限り、TPP 交渉には参加しません。TPP については、政府としてはこれまでの協議の内容、TPP に参加した場合に生じうる様々な影響等も含め、しっかりと精査、分析した上で、国益にかなう最善の道を求めてまいります。国の会計制度改革についてお尋ねがありました。東京都や大阪府の取り組みと同様に、国においても平成15年度決算分より、毎年、複式簿記、発生主義といった企業会計の考え方及び手法を参考として、国の財務書類を作成、公表しているところであります。こうした企業会計と同様の手法で、国の財政状況を把握し、また分かりやすく開示することは重要であると考えております。引き続き、その有効活用等に取り組んでまいります。衆議院の定数削減等についてお尋ねがありました。衆議院の定数削減などの選挙制度のあり方は、議会政治の根幹に関わる重要な課題であります。先の3党合意においても、定数削減について、制度の抜本的な見直しの検討を行い、今般の国会終了までに結論を得て、必要な法改正を行うこととしているところであります。各党各会派において、十分、ご理論をいただき、改革を進めてまいります。
日銀法改正についてお尋ねがありました。政府としてはまずは今般取りまとめた共同声明に基づき、日本銀行が自ら設定した 2% の物価安定目標について責任を持ってできるだけ早く、できるだけ早期に実現することを期待しております。なお日本銀行法の改正については将来の選択肢として引き続き視野に入れてまいります。年金制度のあり方についてのお尋ねがありました。ご指摘の積み立て方式への切り替えについては、いわゆる二重の負担の問題が生じること、より市場変動リスクにさらされることとなることなど、さまざまな問題があると考えております。現在の年金制度については平成16年の改正により中長期的に持続可能な仕組みとなっていると考えておりますが、経済情勢の変化に対応し、より世代間で公平な制度にする観点等から、さらに残された課題について検討してまいります。今後の医療についてのお尋ねがありました。日本が世界に誇る国民皆保険制度を堅持するため、社会保障制度改革推進法に基づき、現在、社会保障制度改革国民会議において、世代間の負担の公平化を図る措置、その他必要な改革について、真剣にご議論をいただいております。政府としては、国民会議の議論を踏まえ、持続可能な医療保険制度の構築に向けた検討を進めてまいります。外国人に対する生活保護についてのお尋ねがございました。生活保護法は日本国民のみを対象としており、外国の人は対象とはなっておりませんが、永住者、定住者等の在留資格を有する外国人の方については、人道上の観点から予算措置として生活保護を支給しています。しかしながら、日本人、外国人を問わず、不正受注には厳正に対処していくことが重要であり、こうした取り組みを通じて、広く国民の信頼に足る制度の確立に努めてまいります。瓦礫の処理についてお尋ねがありました。被災三県の復興を果たすため、瓦礫の処理をさらに加速化する必要があります。政府としては、広域処理の受け入れ地域の今年度の確定、仮設焼却炉の施設整備や再生利用の推進を通じ、瓦礫の処理の加速化に全力で取り組んでまいります。以上でございます。議長。越智貴雄君。国務大臣の演説に対する残余の質疑は延期し、明31日午後2時から本会議を開き、これを継続することとし、本日はこれにて散会されることを望みます。越智貴雄君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議のとおり決しました。本日はこれにて散会いたします。